こんにちは。今回は中森明菜さんと同い年の人を見ていってみようと思います。明菜ちゃんと同い年の人か、どんな人がいるのかな？気になるところではあるな。そうでしょ。最近はお見かけすることもなくなってしまってるから、同い年の人を見ることによってどんなお年の取り方をなされてるか、少しでも雰囲気がつかめるかもしれないでしょ。そうだな。しかしあまり見かけなくなった芸能人の人がたまにテレビとかに出てきたら、おお、そうきたか。って感じになってしまってる人がいるから、ちょくちょく姿が見れたらいいんだけどな。勝手ながらにハードルを上げてしまうことになるわね。とまあそんなことで今回は、同い年の芸能人著名人を取り上げて見ていきたいと思います。で、今回見ていくにあたっては、自分が主にわかる人を挙げていくわね。全部を取り上げてたら大変なことになってしまうので、あと、明菜ちゃんの生まれた年の出来事なんかも最初にやっておきたいと思います。なるほどな。当時の時代背景に触れながらって感じかな。まあ、どんな人がいて、どんな時代だったのかだぜ。ってことで早速やっていきましょう。ゆっくりしていってね。はい、ってことで、まずは中森明菜さんが生まれた年を見ていきましょう。中森明菜さんは1965年7月13日に生まれています。その1965年7月、当時何があったのか？まずは振り返ってみますね。で、そのまま見ていくってのも味気ないので、マリサに私がヒントを出すので、当てていってもらおうかと思うわ。おお、急なクイズ方式。ってことは当てたら何かもらえるのか？クイズってのはそういうもんだぜ。うん。まあそうね。正解したら視聴者様のいいねをもらえるってことにしておきましょう。なんだかうまく丸め込まれた感がなくもないんだぜ。そうかしら。ありがたいことよ。まあそうだな。見てもらえるだけでありがたいことだしな。さあ、そしたら早速やっていこうぜ。1965年7月15日、明菜ちゃんが生まれた2日後のことなんだけど、とある新聞が日刊化されたわ。その日刊化された新聞とは何？どうぞ。どうぞって言われてもな。新聞だろ？日刊化ってのは毎日ってことだろ。メジャーな新聞ではないな。そこそこいろんな意味で有名かもしれないわね。そこそこいろんな意味で有名の意味がわからんな。なんだろ、全然わからないな。まあ、あまり時間をかけてたら動画が長くなってしまうから、とりあえず答えてみてよ。確かに。しかし答えようにもわからなすぎるな。じゃあ、まあとりあえず。はい、どうぞマリサさん。全然わからないけどとりあえず。スポーツ新聞。ファイナルアンサー？いや、それいる？ただやりたいだけじゃないのか。ファイナルアンサー？もう別に全然わからないし。ファイナルアンサーで。いやー、もうそのためはいらないぜ。長い。残念マリサさん。いやいや、別に当たる気もしてないぜ。てか、これミノモンタやりたかっただけだろ。まあ、当たる気も全然してなかったけど、答えは何なんだ？答えは創価学会の機関紙成長新聞が日刊かよ。ちょっと、答えを聞いても反応に困る答えだな。まあ確かに。ノーコメントで。そうだったんだな。ってことで。てかこのクイズ方式でやってたら、この動画全然終わらないかもしれないわね。確かに。こういったクイズ方式の動画を作るときは、ネタの情報量が少ないときじゃないと無理だな。しかし、一問だけでしかも不正解。正解していいねをもらえるチャンスがなくなってしまったぜ。あ、チャルメラの音。いいねをもらいそびれたけど、ファイナルアンサーに付き合ってもらったお礼にラーメンを持ってあげるわよ。おお、それはラッキーだったぜ。早く行かないとどっかに行ってしまうぜ。ってことでここからはサクッと進行していきます。まあ、情報量が少ない動画の時にまたやってみようぜ。さあ、とっととやっていこう。そうね。ってことで、同年7月では、名神高速道路が全線開通したわ。ってことは全線開通でトラックでの荷物の輸送、車での旅行いろいろ便利になったんだな。そうでしょうね。渋滞なんかも少しは解消されたかもしれないわね。さあちょっと明菜ちゃんの生まれた月から1965年全体に範囲を広げてみましょう。何か気になることはあるかな。2月に大塚製薬からオロナミン C が発売開始されたわね。おお、今でも現役で大人気商品だな。そうね、元気はつらつ、だわね。1965年でオロナミン C と明菜ちゃんが同い年か。同月にはアメリカ軍による北ベトナムを爆撃。戦争がまだあった時代だったんだな。そうね。今でも戦争になりそうになってる。
いつの時代でも悲しいけど、起こり続けているわね。日本という島国ではなかなかに感じ取れないものが他の国ではあるのかな？だぜ。日本は陸続きでの国境がないから、他の国とは危機感の捉え方が全然違うでしょうね。しかしながら人が人を、戦争がなくなることを願いたいけど、そんなことを言ってるだけでは、無理な時代に、再び突入してきてるかもしれないわね。綺麗事だけでは済まない時代か。あまり考えたくはないことではあるな。さあ、そしたら3月に移りまして、3月14日に沖縄の西表島で、西表山猫が新種として命名されました。おお、秋名ちゃんの誕生年に発見されたんだな。ソ連では人類初の宇宙遊泳が行われました。ふむふむ、人間から梅雨の元が発売、これはこれでロングセラー。車なんかではトヨタがスポーツ800を発売。日産はシルビアを発売。日産のシルビアは3代目5代目はデートカーとして大ヒットだぜ。さあ、4月に移りまして、東京電力が電気料金の銀行口座振り替え制を開始。ちょっとずつ、便利な世の中になっていってるって感じだな。5月に移りまして、5月9日はアイスクリームの日みたいで、全然知らなかったのですが、この年から指定されたみたいです。まあ、全く知らなかったぜ。さあ、6月に移りまして、6月6日に今の J リーグの前身、日本サッカーリーグが開幕されました。J リーグが始まった時はすごい盛り上がりだったぜ。さあ、8月に移りまして、この月にお化けの9太郎が放送開始されました。お化けの9太郎、夏休みとかの再放送でよく見たぜ。9月はそこまで取り上げることもないような感じなので飛ばします。10月は日本で最初のカラーアニメとして、ジャングル大帝が放送開始。もうカラーが当たり前だから、白黒だったりしたのか。日産のプレジデントが発売、高級車だな。11月、東海道新幹線ひかりが東京新大阪間で当初予定の3時間10分運転を開始、東京都水道局も水道料金の銀行口座振り替えを開始。便利な世の中に着実と進化を遂げていってるぜ。プロ野球の第1回のドラフト会議が行われました。数々のドラマがこの年から生まれることになったのか。さあ、まあ1965年はこういったところね。他にも色々と事件や出来事はあったのですが、気になるところだけを抜粋しました。まあこういった年に秋名ちゃんは生まれたんだな。さあそしたらここからは秋名ちゃんと同い年の有名著名人をさらっと紹介していきます。って言っても、いっぱい有名人の人はいるので、気になる人だけをピックアップしていくわね。あいよ。1月生まれ。一路巻さん、爆笑問題田中裕二さん。爆笑問題田中裕二さんは同い年だったんだな。同い年だけど学年で言ったら、早生まれになるから、明菜ちゃんの1個上の学年ね。なるほどな。2月生まれ。水島康隆さん、井上あずみさん、うっちゃんなんちゃん南原清隆さん、ひろみさん、他たくさんの人がいます。水島さんは作曲家で少年隊、光源氏の作曲編曲をやられたりしています。井上あずみさんはトトロの主題歌を歌われている人です。なんちゃん、ひろみさん、爆笑問題田中さんと同い年なんだな。そうね。学年は1個上だけどね。3月生まれは、サッカーのストイコビッチさん、楽天の三木谷博史さん、勝又邦和さん、他多数です。楽天三木谷さん、かっちゃん。ここまでが学年が1個上だな。そうね。次からは学年も同じ人たちね。4月生まれ。黒田高也さん、中部の前田のぶてるさん。他多数です。前田のぶてるさんはわかるけど、黒田さんって誰？ちょっとわからないかもしれないわね。ゲームの竜が如くの主人公であったり、呪術廻戦の学長の声優をなされてる人よ。わからない人にはわからないぜ。じゃあ次は5月生まれ。俳優の野村博信さん、ドリカムの吉田美和さん、俳優の上川隆也さん、桜桃子さん、俳優の草刈民代さん、水野君子さん、ユニコーンの奥田民生さん、爆笑問題太田光さん、少年隊の西木織和樹代さん、声優山口勝平さん、俳優小林さとみさん、大桃美代子さん、その他多数です。急に多いな。花の82年組ならぬ、花の5月生まれになってるぜ。他の月でも活躍してる人はいるんだけど、知ってる人が5月には多かったわね。聞き込みたい人はたくさんいるけど、たくさんいすぎて取り上げるのは不可能だな。そうね。少年隊の錦、ドリカム吉田美和さん、とも同い年だったんだね。6月生まれ。俳優の沢口靖子さん、アナウンサーでは永井美奈子、八木亜希子さん、松本伊代さん、河合園子さん、その他多数です。学年は違うけど、伊代ちゃんとひろみさんは同い年だったんだな。7月生まれ。明菜ちゃんの生まれた月ね。江頭2時50分、プロレスラー橋本真也、アーネストホースト、俳優杉本哲太さん。その他多数です。
エガちゃんも同い年だったのか。エガちゃんの指毛と腕毛が気になるぜ。8月生まれは、俳優の藤田智子さん、渋垣隊の深川敏和さん、古田敦也さん、岡村康之さん、佐竹正明さん、吉川浩二さん、歌手の石井明美さん、中村芝翫さん、俳優の別所哲也さん。その他多数です。8月もそこそこ多かったな。まあ、さっきも言ったけどただ単に取り上げてないだけってのもあるけどね。9月生まれは、今でしょ林修さん、バレーボール中田久美さん、俳優中村徹さん、有賀さつきさん、岡本夏樹さん、俳優の石橋保さん、ルビーモレノさん、俳優豊原康介さんです。その他大勢となっております。結構いるもんだな。そうね。チャーリーシーンさんとか、いろんな人がいるわよ。10月生まれは、柏原芳恵さん、X のとしさん、サスケオールスターズの山田勝美さん、大隅健也さん、高島正宏さん、レッド吉田さん。その他多数です。サスケオールスターズの山田さんはいるのか？ん？まあ、入れておきましょうよ。大隅健也さんって最近はどうしてるんだろうな？そうね。ある時から全然見かけなくなったわね。さあ、じゃあまあ11月生まれは、X の吉木とギタリストのパタさん、声優の草尾武史さん、尾崎豊さん、そして秋篠宮文仁親王様です。秋篠宮様も同い年なんだな。最近はいろいろとあられて、ノーコメントで。12月生まれは、俳優の古田新太さん、香川照之さん、石田康史さん、渋垣隊元木正宏さん、泉流狂言師野村萬斎さんです。泉流とか聞くと泉元屋さんを連想してしまうぜ。そうね。そう思ってしまうわね。とまあ、これで秋名ちゃんと同い年の有名人の紹介は以上です。他にもたくさんおられたので、あれ？って思うことがあるかもしれませんが、省略してしまいました。秋名ちゃんは現在休養中で、全然姿はわからなく、想像もできないんだが、同い年のタレントさんを見てみると、ああ、これぐらいの感じかとちょっと想像がつくぜ。実際のところどんな活動をなされてるんでしょうね。まあ、健康でいてもらえたら幸いだわね。1965年は昭和40年。そこから1982年昭和57年27歳でデビューとなります。ふむふむ、活動期間1982年から2010年。活動休止を挟んで、2014年に紅白歌合戦にサプライズ登場。後年では松田聖子さんの瑠璃色の地球や山口百恵さんのコスモスをカバーしたりで、カバーをすることも多くなったな。そうね。カバーアルバム歌姫シリーズね。この辺のことも今後取り上げてみたいわね。とまあ、今回は同い年には誰がいるのか？を取り上げてみました。次回は他にも取り上げれそうなことを追加してやっていきたいと思ってるぜ。いろいろ試し試しの動画作成となってますが、失敗は成功のもとということで、失敗もいい材料になるので動画を投稿しながら微調整です。いろいろデータがわかるのでそれを見ていらない編集はやらないようにだぜ。ってことで、今回はこの辺で。さあ、屋台のラーメン屋はまだいるのかだぜ。結構時間がかかってしまったから、どこにいるのかしら？匂いで探し出してみせるぜ。すごい根性ね。ってことで、それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。